皆さんこんにちは。教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日の教室改善心のヒント集のテーマは、あなたの心の内側にあるものが現実の世界を作っていくというお話をしたいと思います。今日ですね、クライアントさんとお話をしていて、以前に私アドバイスをしたことがある方だったんですけれどもね、ご主人との関係性において、あまりいい状態ではないっていうことで、不満とかそういうのもあって、で、私はこういうふうに思ってるみたいなことを以前聞いたことがあって、で、私は結構ですね、同調しないですよ。女の人って例えばこういうふうに旦那がひどいのよとかっていうと、多分そうなの、それはひどいよねっていうふうになるがちなんですけど、私は基本的にはその人が言ったとするじゃないですか。だけど片方だけからの事実って絶対に正しいとは限らないと思っているんですよ。奥さんの主張と旦那さんの主張が全く同じ事象をこっちとこっちから見ると全く真逆になることなんてよくある話なので、仲裁には入んないですよ。入んないけど、もしもその奥さんが言ってる主張が本当にそうなのかどうなのかっていうのを旦那さんにも聞く機会があったら、そこでジャッジをしたいっていうのが私のポリシーなんですよ。ということは、奥さんがどんなにわっこらわっこら言ったとしても、一理確かに悪いとこもあんのかもしれないなって思いつつも、全面的にはやっぱ信じないんですね、私は。その中なしの中で、だから旦那さんそこまで悪くないんじゃないかなってちょっと思ったんですよ。で、彼女に言ったんです。見えてる現象、外の世界っていうのは自分の心の内側が鏡になって出てると思った方がいいっていう話をして、だから旦那さんがそういうふうに自分に対してこう言葉の暴力振るうじゃないけど、そういうような話をしてくるときに自分はそういう言葉を使ってないかっていうのを反省してみた方がいいっていう話をしたんですよね。で、私がこれを言うことができるのは、実際に言葉で人を傷つけたこともあるし、傷つけられたことがあるからです。特にね、父親の言葉暴力、言葉の暴力に対して傷ついた記憶っていうのはあって、そうすると飲み込むんですけれどもね、でもやっぱり心のトゲみたいなのに刺さってて、子供ながらに、人がおそらく嫌って思う急所に近い言葉を言うことができちゃう可愛くない子供だったんですよ。そうするとその人にどれだけダメージが与えられるか分かってて、言葉を選ぶことができる子供だったんです。だからなるべくそういうふうに言いたくなった時に言葉を飲むようにしてたんですよね。で、大人になってそういうものがだいぶ消化されて、そこを吐く前のそもそも心持ちがそういうものを持たないようにだいぶ近くなってくると、そもそも内包しなくなってくるんですね。そうすると不思議なことにそういう人って寄ってこなくなっちゃうんですよ、全然。だからそのお話は戻るんですけどね、そのクライアントさんに、旦那さんへの向き合い方が、要は自分の心がそのまま現れてると思ったら、まずは自分の方からね、旦那さんに対して感謝の気持ち、ありがとうって思うとか、口に出すのが照れくさかったら、でもたまには口に出してみるとか、あとは非常に頑張り屋さんな反面、ツンツンしちゃうわけですよ。そのこれも私も経験があるから言えるんですけど、頼らない、人に頼らない。そうすると旦那さんとしては本当は助けてあげたいのに、助けるタイミング失っちゃうじゃないですか。だからそういうのでこうでも見てたりとかしてて、でその時に彼女がやっぱ助けてほしい、手伝ってほしいって言った時に嬉しそうにしててみたいな話とかを聞いて、で結果その半年後に会ったんですけどね。そしたら私がそういう感謝の気持ちを伝えるようになったら、旦那さんもすごくありがとうとか言ってくれるようになって、その自分の中の世界が外側の世界を作っていくっていうことが理解できたら、変われたんです、自分が。ってまず自分が変わると旦那さんが変わるっていうことを体験してびっくりしましたって言ったんです。だからそういう気持ちでいると、寄ってくる人もそういうおおらかな優しい気持ちの人がやっぱり周りに寄ってくるんで、自分の心持ちっていうのは基本的には
こう妬みとかあと怒りとかっていうのはなるべくこう排除するっていう、そういう暮らしをしている方がいいです。でまあ余談なんですけどね、彼女がその時言ってたのが、まあ、外側の世界が現れるっていう話をしたんですけど、やっぱりその喧嘩みたいなのをしてた時にね、まあ、そういう状態っていうのは旦那さんは不倫に走ってるに違いないみたいな余計なことをやっぱり言う人が周りに寄ってきたりしてて、でそうするとそういうのに違いないみたいなのを喜ぶ人たちがこう団体ができちゃって、ここにいたらいけないって彼女は思ったらしいですよ。だから人は環境で自分がそういうちょっと陰な方に陥っちゃうと、陰なものが好きな人たちがやっぱり寄ってきちゃうので、そこはね切っていかないといけないところだと思うんですね。っていうことは一番いいのはやっぱり綺麗な言葉を使う。綺麗なっていうのは、まあ、感謝の言葉とかやっぱりね、ありがとうっていう言葉はすごくいい言葉だと思うし、それを知ってから私本当にちゃんとありがとうって言えるようになったんですよ。例えば、まあ、お世辞だったとしてもですよ、高橋さんいつも綺麗ですねとか仮に言ってくれるとするじゃないですか。そしたら ありがとうって言いますよ、だって褒めてくれたんだからそれがいいんですよ。リップサービスだろうとなんだろうと脳は喜ぶんです。だからそこでいや私なんてとか、いやそんなでもないですよ、誰それさんの方がずっと綺麗でとか言っちゃうと、否定する卑下する自分っていうのが形成されてしまうので、見目姿も私なんてっていう程度に揃っていっちゃうから、それはやっぱり良くないですね。だから教室運営の部分でも、私の教室なんて特徴がないとか、なんてっていう言葉は私は本当にあんまり好きじゃなくて、だって私の教室なんてっていう人の教室に生徒さんって行きたいですかね変な勘違い、自信がありすぎる先生もまあ問題かもしれないけど、俺の教室に来いみたいなね、そういう先生とか、もう私の教室来たら楽しいわよとかって言われる方がよっぽどなんか楽しい感じしますよよ、だから下手に謙遜することはないっていうことを理解してやっていけるといいのかなっていうふうに思いますね。だから自分の内側は外側の世界を作っていくっていうのを理解すると、人に優しくおそらくなっていけると思うし、優しくなると自分の環境も変わってくるので、そんなありがとう一日一回最低は言う抵抗運動はするといいかなっていうふうに思いますので、ご参考に。それでは。